こんばんは。時刻は18時を回りました。引き続きウェザーニュースライブイブニング、檜山沙耶が担当いたします。よろしくお願いいたします。改めまして明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はですね、うさぎ年にちなみまして、うさ耳帽子をスタッフさんに作っていただいて今かぶっております。すごいですよね、これ作り物なんですよ、手作りなんですよ。夢の国とかでかぶっていたら売り物と間違われそうなぐらいのクオリティで、これ普通に売ってそうじゃないですか。欲しいですもん私これ。しかもジャストフィットしていて幸せな気持ちで今過ごしております。衣装と相まってすごくないですか。後ろに尻尾ついてるよねと、あ、尻尾持ってくればよかったですね。私持ってたんです実は尻尾、夢の国で買ったんですけど、それはでもこれは本当にこう、でも日常使いもできるような可愛いうさぎ帽子ですよね、うん、これは発売決定と、うん、いやこうやってね毎日こういう節目にあたる時期に作っていただくスタッフさんにも感謝ですよね、うん、私も幸せな気持ちですと、こちらこそありがとうございます。今年もですね、皆さんの生活が豊かになるような、あとはこう笑っていただけるような笑顔になれるような、はい、こともできればと思ってますので、よろしくお願いいたします。ソラショップで売ってと。いくらぐらいなんでしょうこれ。量産大変そうですよね。だって普通の業務も必須ですから、あのもう過労になっちゃうのであのやっぱ1個ぐらいが限界なんじゃないでしょうか。これどのくらいかかりました。5時間ぐらいかかってるんですよ。すごいですね。私は家庭部にいながらお裁縫はあんまりできませんでしたけれども、まあ、あの女性のスタッフさんなんですけれども、こんなにね可愛く作っていただいて、これが女子力の差というものでしょうか私もあのね、でも一応あのコスプレのお洋服とかも塗ってた時はあったんですけれども、ここまでのクオリティはできませんでしたね。ちょっと修行も積んで、できる限りのことで私も頑張れればと思っております。そして現在スカイツリーをご覧いただいていますけれども、今日は特別ライティングで日本の国旗をイメージしているということです。確かに白いライティングと赤のライティングで国旗をイメージしてるんですね。あら、まあ素敵ですね。今日はご自宅で過ごしている方も多いかと思いますので、ぜひねこの後もゆっくりと過ごしていただきたいなと思います。空を眺める時間も大事にしていただきたいですね。では反対